女子バレーボール1位となり、表彰台の中央に立つ葛西正恵正恵葛西スタンディング、in the center of podium as the team leader。1964東京オリンピックス、ウィメンズバレーボール東洋の魔女は、大日本宝石貝塚工場の女子、バレーボールチームからスタートし、昭和30年代に活躍した女子バレーボール日本、代表チームの呼び名。 1964年東京オリンピックでは、ソビエト連邦チームを破り金メダルを獲得。1961年の欧州遠征で24、連勝した際に、現地メディアに付けられたニックネームである。1964年東京五輪では、同チームのメンバーを主体とした全日本で出場し、5試合で、落としたセットは1セットのみという圧倒的な力で、金メダルを獲得した。 ソ連との優勝決定戦では、視聴率66.8%、あるいは85%とも言われる記録を打ち立て、スポーツ中継としては、歴代最高となっている。1953年11月27日、大日本宝石株式会社会図工場に誹謗代表女子、バレーボールチームを編成することが決定し、後に、 東洋の魔女と呼ばれる選手たちを育てた大松白文が1953年監督に就任。大松の2年で日本一のチームをという思いをもとに1954年3月15日、海塚工場に女子バレーボールチームが発足。結成当時のチームは新卒生を中心にしたチーム、小さな大会では活躍したが、 全国的な大会では8位に入るのがやっと。1955年に入ると、日々の猛練習の成果が次第に見え始め、チーム発足後、約1年余りで、全日本9人制バレーボール実業団女子選手権大会で、初優勝。同年には、全日本バレーボール女子9人制総合選手権大会、国民体育大会でも優勝し、 国内の3つのタイトルを獲得。1958年には、当時の4大タイトルと呼ばれた、全日本都市対抗バレーボール優勝大会、全日本バレーボール女子総合選手権大会、全日本9人制バレーボール実業男女子選手権大会、国民体育大会のすべての大会で優勝。それ以前には、どのチームも獲得したことがなかった5つの覇権を握る。 チーム結成5年目にして国内大会を制覇した大松監督の目は海外へと向かう。しかし世界へ出ていくには一つの大きな問題を乗り越える必要があった。それは6人制と9人制の違いである。当時の日本は9人制が圧倒的であったのに対して世界はほとんどの国が6人制のバレエを採用していた。そのため ヒボウカイズカは1958年に9人制を6人制に切り替え、1960年にブラジルで開催される第3回世界バレーボール選手権大会を新しい目標に立て、猛練習を続けた。1960年、ブラジルで開催されたバレーボール世界選手権ではソビエト連邦に敗れ準優勝とタイトル獲得に及ばなかった。 1961年の欧州遠征で、誹謗・貝塚は24連勝を記録する。ソ連からの外伝も彼女たちの異業を認め誹謗・非貝塚に、東洋の台風、東洋の魔法使いの異名をつけて、世界的なヒロインとして伝えた。出場メンバーは、以下の9名である。1962年の世界選手権はすでに、東洋の魔女として恐れられていた日本が、 宿敵、ソ連に、どこまで迫ることができるかが、最大の焦点となっていた。柔道の受け身に似た回転レシーブ、手元で微妙に揺れる変化球サーブを繰り出して、最終戦のソ連との全勝同士の対決は、セットカウント3から1で勝利し優勝した。日本の団体球技が、世界大会で優勝するのは、これが初めてであったため、社会的なニュースとして、 日本で大きく取り上げられた。出場メンバーは以下の12名である。1962年世界選手権後、優勝の褒美に世界一周旅行を行い、結婚的礼期を迎えたことから選手たちと大松監督は引退を表明していた。しかし1964年の東京五輪から女子バレーボールが正式種目に入ることが決定したことから、ぜひ、 東京オリンピックまで続けてほしいと、日本バレーボール協会幹部が日々を買い遣い、日産したり、一般ファンからも大松率いる東洋の魔女続投を望む手紙が五千通にわたって、大松白文へ当てて送られるなどして、東京五輪へ向けて、周囲の声が高まったことなどを受け、東京オリンピックまでが2年であることで、 キャプテン火災が決断し、大松監督の俺について来いの一言で、選手たちはオリンピックまで続けることを決意した。この後のオリンピックまでの2年間は、選手は午前中車業に従事し、15時から26時まで練習。大松は16時まで車業で、その後練習に合流するというハードな日々を送ったという。 1964年10月23日、東京五輪のソ連との全勝同士の対決では、日本が順調に2セットを練習した。3セット目も試合を優位に進めたが、14対9のマッチポイントを握った場面から、ソ連の粘りが続いた。テレビ放送にて、決勝戦実況中継担当アナウンサーであった鈴木文也が、 金メダルポイントのセリフを6度も繰り返すこととなった。最後はソ連の選手のオーバーネットによる反則により金メダルを獲得した。出場選手は以下の12名である。ありがとうございます。